え続きましてこちら、勇者ネームモーニングバットさん、はい、川上好きだーワイヤじゃなかったのかよお前この,、えー、このラジオで告白するって言ったのでぜひ載せてくださいっていうメールですこのラジオで告白するモーニングバットさんに心当たりのある方、うん、え好きらしいですよ、えー、川上さん沖縄の方ですね、この人ね沖縄の川上さん、うん、知り合いにモーニングバットいませんか <laughs> その人です、あなたのこと好きじゃないですからね <laughs> 明日気持ちを伝えてあげてください。まず川上さんが聞いてるかどうか、見てるかどうかも分かんない。見てるでしょ。見てる。見てるからここに送ったんでしょ。ああじゃなかったらもっと有意義なとこに送りますよ。そうだね。こんなこんなこんなところにそうだ。このラジオで公開するって言ったところは、そうだ。そのラジオ聞いてくれって川上に伝えたわけで。伝えたってことだね。何回か聞いてたらっていうのがあったのかな。そうそうだね。来てます。そうだね。はいじゃあ次ね。はい。 きのふすきさんです。うん、さっき息子が「先生、浦島、馬、馬白太郎か。馬白太郎を読んで」と言って、桃太郎の絵本を持ってきました。大至急、正しく突っ込む順番を教えてください。うん、<laughs> 早く。あ,あ、私うん。あ、私には下野くんはなんだよ、うん、これ。孝太郎ちゃん。 うんとまず先生じゃなくてお母さんでしょうねあと馬白太郎浦島太郎さんのことかなうんでもねこう太郎ちゃんが持ってる絵本は桃太郎さんなのね浦島太郎さんと桃太郎さんどっちの方を読んでもらいたいの次ですはい <laughs> <laughs>、えー、勇者ネームおっぱいマンさんから頂きましたうん <laughs>、えー、おっぱいは片方だけ出ていると片父と呼ばれますがうん 両方では両父とは呼ばれずおっぱいと呼ばれますなぜでしょうか片方だけではおっぱいはおっぱいでないのでしょうかうん教えてくださいどうでしょうね、うんうん、ちょっと女性の方待て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  <laughs> 待て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 今何を聞こうとしたの <laughs> 聞かない聞かないの、うん、出せ、うん、どっちにしてもダメ <laughs>、うん 出した時に突発的に俺から出るかなと思ってああなるほどねなるあ、両父出てるようなのかそれがボーンで両方出た時に俺が何て言うかで分かるじゃんおっぱい出てるようなのか両乳出てるようなのかなるほどねただ完全にカメラに映ってるから出てきちゃうぜ映るかな映るよ映るよきっと完全に映るねこれねすまんね世の中なったなんでだよじゃあ次ですえー勇者ネームゲフさんですなんか意味はないゲフさんだもんだって 女性だよそうだねはいカキクケコウカキクゲコアルパカとクジラどっちが好きですか私はどっちも好きではありませんいろいろ頑張ってくださいどっち俺クジラかなクジラあいやアルパカかなアルパカアルパカだねアルパカって毛あるとすっげえ細いって知ってる毛剃ると全部切っちゃうとまあでもそうじゃない あのね、びっくりするぐらい細い華奢なの寒そうになるのそうそう、結構なんかガッシリした感じがあったけど<ー>毛を刈ると本当にもうね、鹿よりも細いんじゃないのっていうぐらい細そうそうかもね、うん、あありがとうございますあお伝えていただいて本当にさあ、ということで、えー、つつうらうらの勇者たち、えー、本当にありがとうございました